し。いやいや、今朝は今時刻7時44分ですけど、昨日と打って変わって雲が全然なんか鱗雲っていうのかな、そんな感じの雲が出てます。昨日はなんかちょっと結構分厚めな雲が広がってたんですけど、はい、今日ここは朝北区壁南のあたりを走ってます。国道54号線。さあ今日朝一は、朝町鈴張の方へ、コンテナ入れ替えに向かいます。ちょっと燃料がないんで、エネオスで、あれ亀山かいね、亀山のエネオスで燃料を入れたいと思います。ついでにそこをセブンイレブンがあるんでコーヒーも買ってから現場に行きたいと思います。お、なんか先週通った時より同じ時間に通ってるんですけど、先週より渋滞してますね。ここにもエネオスがあるんですけど、おまわりさん譲ろうか。おまわりさんどうですか、いいですか。もう一個先にね、もうすぐそこへまたエネオスがあるんですよ。あそこがいいね、セブンイレブンが併設されてるんで。すごいですね、この通り。どうやろう、 500m ぐらいの間にエネオスが3つもありますね。これ右側にもエネオスあるし、僕が行きたいのはまたここから 150m 先ぐらいのとこにあるエネオス、もう見えてきました、左側に。すごいですね、3つもあったわよ、見たら。はい、私はここで燃料を継ぎます。もうあと一目盛りしかありません。歩行者なしと。はい、じゃあ1番で行きましょう。この辺かな、ミラさんどこか。雲がすごい綺麗ですね。寒い。はい、燃料満タンになりました。7時54分。ちょっと待って、漏れる。そこでね、すぐセブンがあるんでちょっとお便所したいと思います。あー寒い。おい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 、あ、ごめんなさい、今ちょっと変な順番抜かしをした車がいたんでちょっと暴言が出てしまいました。とりあえずちょっとトイレしてきます。はい、コーヒー買ってきました。あ、落ちた。ダメですね、余裕のある人間になりたいですね。ちょっともう漏れそうだったんで、ちょっと余裕がなくてね、あれでしたけど、僕がこうまっすぐ入れようとしてたとこへふらーっとね、裏から入ってこられて、で、僕の前にぶわっと斜めに入って、頭振って、で、バックで駐車されたというね、若いお母さんでしたけども、うん、若い言っても俺と同じぐらいかな。はい、つい、ちょっと、言葉が汚くなってしまいました。はい、申し訳ございませんでした。はい、じゃあ、すっきりしたんで、心入れ替えて、鈴張の現場向かっていきます。今時刻が8時ぐらいになったかな。はい、7時58分ですね。非常に手短なお便所でした。はいはい、じゃあ8時35分、現場出ました。サクサクっと入れ替えてきました。もうめちゃくちゃ綺麗に積んでくれてたんで、
もうシートかけてコンテナ入れ替えしてサインもらって現場出ることができました。ありがたいっすね、ほんと。全然違う、やっぱり手直しいっぱいせないけん現場とね、もう綺麗に積んでくれとってそのまますんなり出れる現場と、ほんとね、全然違いますよ。よかったよかった。はい、ここ豊平分かれの交差点ね、今のとこ右に行ったらどんぐり村とかあっちの方行きますかね。どんぐり村もね、何年前行ったかな、6年前ぐらいに行ったかな、一回子供連れて遊びに行きましたけど、もう多分今は行ってくれないでしょうね、特に姉ちゃん2人はね、なかなか。あっこはね、大きい球場もあるし、まあ、大きいいうか、まあ普通の野球場がグラウンドがあるんですけどね、うん、結構草野球とかああいったものでも使われるんじゃないかな。ちょっと高校野球ではね、なかなか公式戦とかでは使われませんけど、多分草野球とかで結構利用される方が多いんじゃないかなと思いますね。今日雲すごいですね、本当。めちゃくちゃなんか綺麗じゃない、秋の空、冬の空ですか、冬の雲、ね、昨日と全然違う。まあ今日寒かったですから、朝気温マイナス3度でした。また、この2日間暖かかったんで、割とちょっと今朝の冷え込みはまた体に応えましたけども、うん、ジャケかな、ジャケさっきちょっとね催したんでしょうけども、うん、催してついつい余裕が、心に余裕がなくなってね、汚い言葉が出てしまいましたけども、まあちょっとね、あの切羽詰まると人間変わるんでね、本当人間って漏れそうになると。はい、まあでも安全運転で、運転はね安全運転でやっていきましょう。はい、じゃあとりあえずこれ廃材土場に下ろしに帰ります。はい、じゃあ時刻が11時3分、今ね解体の現場に来てました。一応引き上げで入ったんですけど、なんかね現場着いたらコンテナの中スカスカだったんですよ。半分ぐらいしか入ってなくて、そうで、あらおかしいなと思ったら、そう監督に聞いたらね、あのコーキング剤があのまた別のとこへ山にしてあって、土のうに入ったコーキング剤がね、それを今手積みで積み足ししました。じゃあアドバに向いて帰ります。あ、だからねこれまた上っ面にコーキング剤ばっかり積んどるんで、それはそれでちょっとまた手下ろししないといけませんね。手下ろしして、で残りの下の混砕物は、まあ、ダンプアップして下ろす感じですね。手積み手下ろし、はい、まあ、産廃屋さんってなかなか手積み手下ろしっていうのはないんです。手積みはするんですけど、下ろすときはダンプアップなんで、手積み手下ろしですね。旗ヶ峠通って帰ろうか。海田の方ね、秋区のあの船越の方にある秋区役所の前の方通るったらちょっと大回りになるんで、旗ヶ峠通って帰ります。よいしょ。うわ、おじいちゃん信号無視しようがない、赤信号渡る。ないよね、これね、両方左折右折待ち、ショール向こうから直進車が来るんでね、しっかりミラー見てね、このトラックが行ったらいけそうかな。アンフィニ広島さん、そしてもう一台オデッセイが来てるね。はい、 OK。 新幹線が行ったね。なんかもうすっかり雲がもうなくなりましたね。朝あんな綺麗な雲が出とったのに、もう真っ青、空見たら真っ青です。よっしゃ、来た来た。この辺りもね、ここ今右手川流れてるんですけど、以前の
豪雨災害でこの辺りの川もね氾濫決壊してよいしょ大変なことになりましたね。道も崩れたし、さあお昼ご飯をどこで買おうかなっていう感じですね。またフレッシュになるかなこれ。12時13分です。今から昼飯食べます。今日はどん兵衛の肉うどんとね、田舎おにぎり、これ3個入りなんですよ。本当は2個入りが欲しかったんだけどね、そう3個入りしか売ってなくて、はいフレスタで買いました。今日もワンコインで済みました。でこれ食べたら、今度1時半の時間指定で大手町の方に手摘みに入ります。はい、だからまあ昼飯ゆっくり30分ぐらいは取れるかな。で余裕持って大手町の方へ移動したいと思います。はい、お昼になりました。阿部寛です。はい、1時50分現場出ました。ちょっと待って、よいしょカメラが。はい、ここは大手町ですね。中区大手町。さあ土場に向いて帰ります。今日はこれを下ろしてもう一現場どこか行ったら終わりかな。お、ちょうどになった。あ、いいですね、ちょうどタイミングがいいですね。わ、優しい、ありがとうございます。言ってくれた、ありがとうございます。よいしょ、暑いですね。なんかちょっと曇ってますけども、歩行者なしと。はい、これ国道2号線出てきました。ね、街中ですね。まっすぐ左折して今度国道54号線走って帰ります。わ、めっちゃいい音してる、このトラック。うわ、いいね。ドド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 ってよく。あ、そういえば今日、11時40分ぐらいに、旧道で、路面バスの、あ、路線バスじゃない、路線バスの運転手さんにお手でフリフリしていただきました。ありがとうございました。青いバスの運転手さんにお手でフリフリしていただきました。ありがとうございました。そう、あ、疲れた。やっぱ手積みしたら疲れるね。たかだかどうやろ20分ぐらいの手積みでしたけど、やっぱり、ね、急いで、急いでやらんといけん現場は息が上がるね。ああ、そう、この間も言ったんですけど、マラソン駅伝があるんでね、ほんま練習せないけんので走らないけん。だいぶね、夕方も日が明るくなってきたでしょう。だけまあ仕事早くね、5時頃会社出れたら、意外とねまだ家帰ってもギリ明るいんですよ。だからまあちょっとずつ練習していこうかなと思ってます。ただね、飯の準備も配膳とかね、いろいろせないけんし、洗濯物とか洗い物、その他片付けがあるんでね、なかなかそういうこと考えよったら、なかなかちょっと時間取るのがね。あら、あのおじいちゃん見ないな、大丈夫かしら。横断歩道渡れおるけど電車してないよね。大丈夫。
あそこへ、なるほどね、ホームへ行こうとしてるんだね。あ、だから青信号、歩行者信号青の時に渡り始めてもちょっとね、間に合わんかった感じか。大変やね。ああやってもね、一人で生活していかんといけんのかな。大変だよね、本当。おんぶして渡ってあげるわけにはいかんかったか。いや、意外とああいう時って本当手をね貸してあげないといけないと思うんですけど、それも勇気いりますよね。勝手にもう体が動くんでしょうね、そういう人って。そういう場面に遭遇すると人助けできる人ってそういう感情より先にもう体が動くんでしょうね。あ、助けてあげようみたいな感じで、手を差し伸べてあげようみたいな感じで、ね、そういう人間になりたいですけどね。意外と僕そういう場面に出くわすことがないんで、事故の現場に遭遇することもないし、ね、普段歩くことがそんなにないんで、ずっとこうやって運転ばっかりしとるんで、なかなかね人助けをするっていう場面がないですね、かといってこうやって運転ばっかりしとるのに、そんなね事故のやりたてとか事故の瞬間目的とかね、そういうこともないし、そうなんですよ。多分17年17年目ですけど、17年間やってきて事故の瞬間見たっていうのは多分2回ぐらいよ。本当に2回ぐらいしかないですね。こんだけね毎日毎日のように事故って頻発してるんですけど、はい、まあ、そんな感じで陸橋の上からテレビ局かなんかが撮影してますけど、俺映ったかな、夕方のニュースで映るかな、ピタニューとか。ピタニューしかちょっと思い浮かばんけどテレビ宣言とか映るかな、もうテレビ宣言って言わんのかな。まあそんな感じで、昼からもっていうかもう昼やけど、はい、この後もあともう一台あるかないか頑張っていきたいと思います。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また明日。